とキノコのねセット、とろけるチーズ、ここにパン置いとこう。成功、うまそうだ。うん、ちょっとやけどしそうだな。どれどれ、あ、うまい、めっちゃうまいぞこれ。エリンギもうまい、エリンギもうまいって、まだエリンギしか食べてないけど超うまいな、これ大成功だね。うん、舞茸って言うよ、舞茸、醤油がいい感じだね。チーズもね溶けちゃってるけどね、うまいことね、味ついてるわ。うまい。うん。舞茸もうまい。このしめじいってみよう。うん。最高。こ
この舌に溜まった水分がね、またいい味してるわ。大成功だね。おお、いい感じだ。うまそうだよ。うん。最高。もう1時前だね。12時45分だって。今日晩ご飯食べてないからな。これがあってよ、これがパン。車の中にね、パン積んだままだったんだ。ちょっと行儀悪いけどね。今日はね、疲れているのでお片付けなるべく少なくなるようにね食べます。ちょっとこれつけて食べても美味しそうじゃないね。行儀悪いけどね、まあいいやね。なんだこのうまいの。これ焼いてあったらもっとうまいかもしれんな。でもね、まだパンが新しいのでね、すっごいふわふわなんですよ。うまいわ。思わんごちそうにありつけたね。パンに魚挟んでもおいしいかもしれんな。エリンギを手で裂いたまんまなのでね、すごいね、歯ごたえがあってね、おいしいわ。この水分は何なんでしょうかね。キノコから出たのプラスビールもあるのかな。なんかうまいこと美味しくなったな。やってみるもんだね。今日はバターなくて正解だったな。これ食べ物って何で美味しくなるかわからんね。簡単だな、作り方も。疲れてる時は洗い物が少ないのがいいね。あ、なんかもう終わっちゃうわ。行儀悪いけど、やっぱり最後はこれだよね。このチーズの残っとるところが本当にうまいね。的にはすっごい汚いんだろうな。ただね、むっちゃうまいですこれ。やばいね。もともとチーズと醤油って合うのでね、それが良かったのかな。うまいな。バター醤油もいいんだけどね、家へ出るときにね、バターを持ってくるのを忘れて、バターよりもね、チーズの方が残ったときにね、使いやすいのでね、今回はチーズにしてみました。今日はゴミも簡単に捨てれそうです。よかった、洗い物がないぞ。これでアルミホイル破っちゃい終わりだよ。よし、オッケー、美味しかった。ごちそうさまでした。あー、余は満足じゃ。また横になんか満足してなさそうなので、はい、ちょっとだけだよ、ね、食べて1枚食べれんくて余っちゃったやつあげるね、はい、今あんたさっき晩ご飯食べとったよね。あれ待てだよ、待てだよ、あれまだよししてないよ。待てだよ、待て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 して、よし。はい、お利口さんね。最後の半分かね。はい。うん、パパ、あとおけ。ごちそうさま。手ついてるよ。目の下手ついてる。うん。だけどじいとしてて。はい、食べた。え、かわいいね。はい、ごちそうさま。
うん、ごちそうさまでした。手合わせて、いや怒らんでよ、怖いな怖いな美味しいの食べたじゃん、ごちそうさまぐらいしてくれたっていいじゃん、あんた、うん、美味しかった、美味しかったらしい、うん。